はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録していただきますととても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日のテーマはこちらです。これからの時代のサービス業にホスピタリティが外せない理由、みんながハッピーになる会社とはです。この動画を最後までご覧いただくと、サービス業一筋32年、この私ですね、ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘の経験から学んだ、これからの組織運営になぜホスピタリティが外せないのかが分かりますので、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さあ、最近ですね、ホスピタリティという言葉を耳にするけど、なぜこれからの時代にホスピタリティが重要なの、こんな声をですね、多く聞くようになったんですね。私がですね、このホスピタリティコンサルタントとしてこの15年前に起業した時にはあまり聞かなかった声なんです。この動画ではですね、私の経験をもとにホスピタリティとの出会いから時代変化とともにこれからの時代になぜこのホスピタリティが外せないのか、その理由を解説させていただきます。私はですね、この大学を卒業して、新卒でホテルマンとして社会人の生活をスタートさせていただきました。そのホテルマン時代はですね、宿泊、病院、ブライダル部門を経験し、このホテルの語源でもあるこのホスピタリティを体現するために日々現場で研鑽を積んでいました。そんなある時、このホテルの根幹の価値観であるホスピタリティを異業種に広めることができればですね、サービス業の発展につながるとひらめいてしまったんですね。そして今から15年前、周りからはこのホスピタリティで飯が食えるわけないと、反対されながらも、このホスピタリティを企業運営に生かすコンサルティング事業、このザ・ホスピタリティチームを開業いたしました。案の定ですね、仕事がなく苦しい時期を過ごしていた中、知り合いのサービスエリアの支配人からですね、サービス品質向上の研修をお願いしたいというご依頼をいただきました。実はですね、その研修の中で衝撃的なことが起こったんですね。それは研修中にある受講生がいきなり手を挙げてですね、先生、こんな研修やっても無駄ですとみんなの前で発言をしたんです。私は思わずなんでですかと質問したところ、社内の人間関係が悪く、とてもお客様に笑顔で接客なんかできません。私たちに研修する前にまずは支配人たちに研修してくださいと言われてしまったんです。私はそれまではですね、サービス業で働く人誰もがお客様に喜んでもらいたいと考えており、このホスピタリティの考え方を通してですね、刺激をすればですね、スタッフの意識は変わり、接客力、サービス品質は上がると信じていました。しかしですね、その前に職場環境の悪さがスタッフのホスピタリティの提供を阻むのだということを知ったんですね。私はその出来事を通じて、ホスピタリティはお客様のためだけではなく、そこで働くスタッフが楽しくやりがいを持って働くためでもあるということに気づいたんです。それからですね、お客様に、高いホスピタリティを提供するには、組織内のホスピタリティが重要であり、自分の半径5メートルの人を笑顔にできなければ、その向こう側にいるお客様を笑顔にすることはできない。まずは仲間の価値観、考え方を受け入れて、尊重、承認をベースとしたお互いを思いやる気持ち、気遣う心を大切にすること、それが結果的に仕事だから仕方なくやるといったこの飯奉公からですね、やりたいといったこの主体的なホスピタリティの提供につながるということを理解しました。それからですね、さまざまな企業にお邪魔する中で分かったことは、ホスピタリティの提供度の低い企業は社内の人間関係が悪く、働くスタッフが会社の悪口やですね、他部署の荒探しに奔走して社内で消耗戦を繰り広げている内向きな組織に風土になっている。一方、ホスピタリティ提供度が高い企業はですね、社内の人間関係にストレスがなく、みんなでお客様の笑顔や喜びのために一丸となっている、この外向きな組織風土であることが分かったんですね。このことから、結局ホスピタリティというのはお客様のためだけではなく、仲間のためでもあり、最終的にはやりがいを持って楽しく働けるようになる、そこで働く一人一人のスタッフ自身のためにあると確信が持てるようになりました。そしてこのホスピタリティという考え方を、その企業で働く人、全員の大切な価値観として共有浸透することができれば、仲間同士の感謝や思いやり、気遣いが増えて、社内の関係の質が上がり、今までの部署間のいがみ合いや上司と部下のけなし合いも減り、スタッフに心から笑顔があふれ、お客様の笑顔につながる。そして何よりもホスピタリティを個人な大切な価値観とすることで、全ての物事への感謝や他者への思いやりが相手への貢献となり、相手の笑顔や喜びが自分への存在承認や精神的な報酬でとして返ってくる。これからの時代に求められるお金視点の経営から幸せ視点の経営への変革、ウェルビーイング経営に通じるのではないかと考えます。それには働く一人一人が他者に影響されることなく、ホスピタリティを自分の価値観として、自分の在り方として体現することが重要です。私はですね、このホスピタリティをもっと踏み込んで考えると、幸せに生きる生き方だと思います。起業してですね、15年になりますけれども、おこがましくも社名にホスピタリティという言葉を入れたことにより、自分はホスピタリティを語れるにふさわしい人間なのかということをですね、日々自問自答してきました。しかし、それがホスピタリティ的な生き方を目指すことになり、まだまだ至らぬことばかりですが、結果的に以前の自分よりも目の前に起こることや出来事に対してですね、怒りや不満ではなく感謝で受け取れる思考、そんなことになってですね、幸せを実感する場面が増えたということは間違いありません。私は当初、ホスピタリティというのは良い接客サービスを提供することによる顧客満足度を上げる効果的な手段だと考えていました。しかし、それには社内のホスピタリティを向上させることがまずは重要であり、その従業員の仕事に対する幸福度がお客様に伝播して、質の高いホスピタリティの提供につながるんです。そしてそれは決して会社のためだけではなく、一人一人が相手への思いやりや物事を感謝で受け取るといったホスピタリティ思考を持つことで、自身の精神的充足感が高まり、仕事を楽しくやりがいを持って働ける、仕事における幸福度が増す、人生の幸福度が増すことにもつながるのです。このようなことがですね、企業運営におけるスタッフにもお客様にも愛されるホスピタリティチームを作ることにつながって、従業員の主体性、やる気、定着率、採用率、エンゲージメント、生産性、売上の向上、そして最終的には企業のブランド価値の向上につながり、ホスピタリティがこれからの企業運営に外せない理由なんです。ザ・ホスピタリティチームでは、ホスピタリティを通じた企業価値向上、組織変革に関するコンサルティング研修のサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。また、この度オンラインオンデマンド研修コンテンツも始めました。いつでもどこでも一人でも学べる研修コンテンツです。詳しくは概要欄をご覧いただきたいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったなと思われた方は、ぜひ高評価のボタンをお願いいたします。また、このチャンネルではこれからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、チャンネル登録していただけますととても励みになります。そしてザ・ホスピタリティチームは、サービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演のサービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。また、私の著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、 PHP 研究所より発刊されております。こちらも概要欄をご覧いただければと思います。それでは最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。